引き続き、ハッカ動画いきまーす。どの方が見やすいっけ？この方が見やすいかな。あれ？ブローバッグが失礼にない。でもこの火薬の匂いがいいですね。あ、待て。チャンバーに入ってもった。何とも言えん、この匂い。たまりませんな。では、掃除。一応ね、爆音プラグも使っておりますんで、今のようにね、結構な爆音でなっています。ではね、これにもう一発だけやります。もう一発だけで、モデルガン発火終了します。で、ちょっとその前に掃除しますね。ブラシの代わり。こんだけも火薬のカスで汚れてます。もう一発はね、お楽しみのやつです。ではね、薬莢に爆音プラグを入れます。に、あらら。通常通りキャップ火薬を挿入します。で、ローダーで押します。で、最後に、フラッシュ。プロップパウダー。これをいきます。人によってはね、ストローをね、ちょっと斜めに切って、それ入れてる人もいますが、自分はね、ちょっと、ドライバー、精密ドライバーで入れます。だいたい、ちょっと、これぐらいちょっと多いかな。
わからんか。よいしょ。これぐらいです。マイナスドライバーの先っちょ。こんだけ。こんだけ、取ってね、入れます。では、入れます。はい、今入れました。非常にこのはまあ少なくていいんで、こんな感じで映ってるかな。これぐらいで十分だと思います。いつもね、自分こんな感じなんで、もっと入れる人は入れると思いますけどね。はい。では、再び、ね、リムちょっと閉めて、8回いきます。これでパーンなったら怖いの。 これ一発打つとね、やっぱやみつきになって、もう一発もう一発ってなっちゃうんですね。癖になっちゃうんですね、モデルガンって本当に。ああ、マガジンが壊れた。マジか。うっそ。アクシデント、アクシデント。うわー、最悪。要はね、こう、底を止めたったやつがね、広がって取れちゃったんですね。これはもうちょっとまた使い物になりますんで、また補修でもしたいと思います。なので予備の、マガジンありますんで、それでやります。あったー、よかったー。はい。くれ？逆は？そうか。では、廊下で やるか。よいしょ。よいしょ。よいしょ。どこ取ろうかな。行きます。やっぱブローバックはせんかったな。
プロパウダー入れたけどな。マジか。ちょっと膝で失礼。このコマンダーのデメリット。まあ、買った時からなんですけどね。中古で買ったんですけども。ブローバックがしにくい。ですね。前々からちょっと気づいてたんですけどね。ブローバックがしにくいタイプです。どこが悪いんかな？スプリングがなんか強いんかな？グリップのネジも弱いかな。要はね、こういうふうに止まってるわけです。マガジンの下ね。この爪、4本あるの分かると思う。この爪がね、何らかの理由で広がって、スプリングとか脱落したんだと思います。火薬のいい匂い。はい。ではね、ちょっとブローバックできなかったのはちょっと残念ですけどね。また、メンテナンスしていきます。まあ、発火はこれで終わりです。じゃあ、マガジン抜いとくかな。メンテナンスしてるとね、手がね、火薬臭くなります。で、火薬ね、残りカスっていうんですかね、それもね、手について真っ黒になります。なんかあったかんかった？なんかこの調子だとなんか毎日一発か二発試し打ちするような気がしてきたな。昨日からやもんね。だってこの思いつきで始めたのが。思いつき始めて今日二日目。こういうね、発火するときはね、親のいないときにやるのが鉄則です。いるとね、うるさいんでね、文句やるんでね。親がいて、バン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 打っても、怒らん親やとね、いいけどね、そういうわけにもいかないんでね。そういう親だけじゃないんで。どうしよう。P38 いってみます？これやったら、ブローバックすると思います。はい、専用ね、プラムファイヤーカートリッジ。相変わらず見えんだけど。これね。38専用です。マルシンの5発セット。1200円ですね、当時。ではね、一発だけちょっと披露したいと思います。
これもね、買ってから、数回しか発火させていません。で、9ミリなんでね、M92 と比べてちょっと小さめです。はい。これも、爆音プラグが入っております。一発で置く、一発で置くって結局やめられんじゃん。これが本当のやめられない、止まらないモデルなんですよ。ちょっと違うな、趣旨が。でもね、これは多分 P38 だったらね、普通のノーマル火薬のみでもブローバックするはずです。では、大体マルシンはね、このリムンドコがもうファイアムピーになってますね。わわわわ。これね、スライド引いて離すとね、暴発するときがあるんでね、ちょっと気をつけます。これね、この前の話ですね。このままね、これ、まあ、P38 はですね、左側にエキストラクターあるんで、左から薬莢出るんですけども、そのままね、安全装置、にするとね、下に下ろすとね、ハンマー落ちるんで、その衝撃でブローバックしちゃうんですね。見事行きましたね。薬莢が股間とかまで飛んできました。左だったのを忘れてましたよ。左左って言っといて、左にカメラ向けてて、携帯向けててね。まあ、携帯に当たらなくてよかったです。ノーマーでもね、こんだけ爆音プラムだけでも、マズルフラッシュが出ます。若干ですけどね。まあ、火薬によって、ちょっと出方が違いますけども。これちょっと、トリガーがちょっと戻りにくいかな、ちょっとね。これちょっと硬いんですね。スライドストップが。完全にスライドストップ落ちてるはずなんだけどね。なんでだ。マガジンを抜かないと落ちるってどういうことや。やっと動いたわ。ではまた薬莢のメンテ。
はい。じゃあ、最後はね、リボルバーいきます。で、弾頭部分。止まった。